どうも、川越社です。つなぎ来てやろうとしてる作業があるんですけど、今日ね、34度なんですよ、外。真夏の中で、これを着てやらなきゃいけないってところがちょっと出てまして、なんでかって言いますと、ここね、見てください、こちら。これね、これ全部ラクボックスなんですけど、これラクボックスの中にコバエが湧いてるやつらなんですよ。なんで、これをやってしまわないと、ラクボックスからってテープで止めてるんですけど、ちょっとやっぱね、出てる可能性とかもね、やっぱ出てるので、一旦ですね、もう入ってしまって、中で湧いてしまったもんじゃ止めれないですし、で、ここで溶化をされてしまうってことになると、中のマットってところがもさもさになってしまって、まあ、幼稚に食べられちゃうからってことになるんですけど、溶質を潰してしまうってことにもつながっていっちゃうことにもなるので、まあ、そうなる前に、もうマット交換をするしかないといったところがね、ちょっと出てきたので、まあ、ちょっと小映えのね、数も5回出てきてることの可能性含めてもあったんで、ちょっとね、退治したいというところで、急遽ですね、つなぎを受けながら、これ何本あるんですかね、全部で。16本のラクボックスの方ですね、やっつけたいというところをね、思っているといったところでございます。ちょっとね、気合がいる作業になってくるんですけど、ちょっとね、スタッフもろもろと頑張ってやっていきたいと思っております。じゃあ早速参ります。ではですね、こちらね、外になってくるんですけど、気持ち陰なところでやろうと思ってはおるんですけど、34度ってことにはなってくるんで、でもそれを着てる理由に関しては蚊に噛まれるからってことになってくるので、防ぐためにこの姿でやらせていただこうと思っております。じゃあね、ここにラックボックスがあるので順番にやっていきたいと思っております。で、これね、全部は見せれないと思うんですよ。16ぐらいかな、確かあったんで、で、どこにもなってきてます。最初の方だけね、ちょっとお届けしていきます。じゃあこれがですね、6月1日ってところのひろかさんとのですね、ふるさと納税個体ってことにはなってくるんですけども、じゃあこれを早速開けていきたいと思います。はい、そうですね、ちょっと早速開けたいなというところですね。やっぱ小映えはね、飛んでるのでって感じなんですけどね。でかいな、でかいっす。100ちょっとぐらいにやっぱありそうなオスくんって感じですね。うんこもね、いっぱいしてるって形なのでってところですね。ではね、次2匹目ね、やっていこうと思ってます。これが 95g のね、個体になってきてますね。よいしょ。地獄のね、こういったマット効果になるんですけど、真夏でもね、もうやらざるを得ないって感じにはなるので、よいしょ。めっちゃでかい、めっちゃ動くそんな個体ですね。はい、じゃあ移動させていきます。次がですね、ひろかさんとの複雑納税のゲットなんですけど、小映えがいすぎてる。小映えがやばいんですよ、ほんまに。ちょっとね、こいつはね、もう不快指数マックスなんで、ちょっと早く変えたかったんで、いきます。おお、強力や。小バエもね、幼虫が見えるぐらいのレベルまでおったらダメなんですよね。小バエの幼虫って見えるようになってくるんですよ、多すぎたら。なんか白いね、線みたいな形でいたりってことをしてるんですけどね。今日に関してはね、妻が取ってくれて、で、横で不惑地方がですね、このマットの、ね、受け取った幼虫をやってるってことの連携作業をしながらね、ちょっとやらせていただいているような状態ではなるんですけど、いや、すごいね。こんな感じのヘラちゃんって感じになってきてますね。いや、もう助けてあげないとね。まだこの状態であればまだ白いんで、まだ幼虫マット食べて大きくなるんですよってところなんで、ここで変えてあげないとって形でね、劣化しちゃうよってことになってきちゃうんでってところです。はい、これがですね、まあ無血統と呼ばれるね、血統の個体にはなってくるんですけど、これが前 85g といったところになってくるんでね、変えていこうと思います。妻もですね、小映えが飛んでるのがやばいという顔を今してましたね。やばいっすね。よいしょ、よいしょ。誰も小映えってもう好きじゃないですからね。蚊以上に嫌いかもしれないな、今っていう状態になってきてますけども。ちょっと小ぶりかなといったね、サイズ感の個体にはなるかなってところです。まだ白いんでね、まだ全然大きくなる余地はあるのかなって感じです。よし。この状態の時でね、マット交換早めにしてあげるのが結構大事かなと思ってます。まあ、マット交換の頻度はだいたい2ヶ月か3ヶ月ぐらいに1遍ぐらいかなってところで、ラクボックスだと2ヶ月に1遍ぐらいしてあげる方がいいかなというようなイメージを持ってます。はい、じゃあ次ね、行きましょう。これがね、95g といったところに乗ってきております。よいしょ。
弱点ともね私言えるんじゃないかと思ってるんですけど、このね横から入ってきてしまう勾配をね防ぐ方法をなんとか作ってほしいなと私はずっと思っていると。それ以外はね結構完璧に近しいようなものになるんですけど、頑張ってほしいですっていうのがちょっとユーザー目線のお話かなってところです。こんな感じの答えにはなってきております。続いてが 155g のですねヘラクレス君ってところで、前が 108g だったのかなってところですが、こいつになっているといったところですね。はい、そういったことでね、前半に関しましては約2ヶ月ぐらい前にマット交換させていただいている様子っていうのがちょっとねもうお届けするシーンがなくて結構お蔵に入りそうなものにはなったんですけど、ただそっからですねちょっと私の方も、まあ、マット交換しないといけない時期が来てってところにもなってきてる中で、ちょっと桑吉も昨日ちょっとマット交換してくれたけど結構大変だったですよね。そうですね、昨日雨がすごくてってところもあって、まあ、勾配もいてって形もあって、まあ、勾配はね誰しも好きじゃないけどってところで、ただマット交換する中でまあ幼虫ね大切にしてあげたいってこと気持ちは変わらないので、そこのね作業とか含めては楽しんでやるってところも私もやってるところでもあるので、顔にね小林くんとかはさすがちょっと嫌ですけどってところはありつつも、ただ小林だけじゃないんですよ実はってところもあって、今回お届けしたいなと思ってるのがこれになるんですよね。これね動画で映ってるか全くわからないんですけど、ちょっと反射して分かりづらい感じですね。はい、これね線虫ってやつがいるんですよ。で白いやつですよね、白い線みたいなやつがあって、うん、この線虫っていうものが湧いてしまうと幼虫が落ちる率が高いです。なんで大きい子になればちょっと耐える感あるんですけど、そうじゃない子って 2,3 例とかのね成り立てとか含めての子たちってこれが発生してるやつって結構な率で自分の中で結構落ちる説があって、そこはなんか避けたいなってところがあるんですよね。なんでマット交換するタイミングっていうのが私2つあって、1つがさっき言った小映え、あれはもう幼虫がマット食べちゃうからそれに関しては幼虫が大きくなりたいってことがあるってところが、もう1つと、2つ目はこれ冷凍しても消えてるかわからないですけど、これ線虫湧くんですよ。タイミングで湧くかちょっとわかんないですよね。そうそうそう、だから卵的なところで湧いてるのか、これ水洗いしてたりとかするので、そこの水洗いの水道とかに乾かすんですけど、それになんか付着してるのかとかそういうのちょっと分かんないですよ。けど線虫が湧く時があるんですよ。だから全部のケースに湧いてるわけじゃないんですけど、ごく少数にあたってこの線虫ってものが湧く時があるので、ここに関してが湧いてて自分的にももう気になるなってところに関してはちょっと吹いたりするんですけど、撲滅はしないですよねっていうのがあるので、これが出た時は交換したりってことは私やってるので、まあ、それ含めて今回で言うと、まあ、小映えってところを前半させてもらってて、で小映えに関しましては基本中と外でピストンしながら小映え外で飛ばして中の方で交換してってところで入らないようにするんですけど、あれでも入っちゃう時ゼロじゃないですよね。だからそれで湧いてる可能性もあるしってところなんで余計かなと思ってます。でさっき言ってた桑吉、この上の部分あるじゃないですか、なんかそこがね昨日ちょっとねめくれてた、なんか粘着が弱くなってから分かんないですけどちょっとめくれてて、うん、そこからフュフュフュってなんかちょっと出てきとったんですよ。あもうこれやんと思って、うんうん、まあ、ちょっとギュッてしたんですけど、まあ、でも結局ケースごと変えたんでそれはあれなんですけど、うん、まあ、そこをね、まあ、人為的ミスっていうかね、うん、人為的ミスですね、まあ、まあ、めくれてきたのか何なのかは分かんないですけど、まあ、ちょっと弱かった可能性はあるなと思いながら、うん、そうですね。小映えが発生するのって基本的にマットの交換してもともとマットにいる時っていうのがまあ一つと、で二つ目がさっき言った人為的ミスが結構自分の中であるなと思ってて、このケースだけじゃなく他のケースもそうなんですけど、ちょっと口が開いてしまってる時、何かの拍子当たっててとかか、その上止めてるテープとか含めてか、何か穴開いてるというか隙間がある時で、人間からするとそんなに大きく見えないんですけど、彼らからしたら大きいかもしれないですね、小林からすると。そうですね、なんか頑張ってなんか土の匂い感じて中に入ろうとして手前のこう粘着のテープでなんか勾配がなくなってるってことは結構見るんで、そうですね、だからこれね匂いが多分出てるはずなんですよ、勾配たちからすると産卵場所になるんで、だからそこに寄ってきてるってところをうまく入られて出入りされて増えるってことがあるんで、この2点
があると思うんですよね。なんで冷凍をしたとしてもマットに関しまして私も3日ぐらい冷凍しますけど、あの幼虫は倒せてるんだと思うぞ。ただ卵を完全になくすってことはできないのかなって僕は結構思ってたりする方なので、冷凍しても卵は生きてて、でちょっと溶けてってことの時にまたそこが復活して卵が孵化してきて、まあ小場になる可能性もあるのかなって思ってるんですよね、うん、だからさっき言った人為的に外から入ってしまうケースって時と、まあ、冷凍はしてるけどそれも 100% じゃないということは両方ともあるのかなって感じなんで、なんで小バエが 100% ゼロで飼育できてる方って僕ほんますごいと思うんですよ。で僕もそれに近づけるように日々頑張りますけど、まあ、それできてないこともあるっていうのが、まあ、あるので、毎回マットを全買いして捨てるのもったいないですからね。そうそうそう、正直な話ね、小バエのためだけとはいえ、うん、なんで、まあ、小バエとあと私自身は、まあ、船長もそうなんですけど、で前もお話ししたじゃないですか、国産のカブトムシ君今年はいるので、こちらの方にハイマットって形で出していくってことで、まあ、僕らができる最低限のエコをちょっとやろうかなと思ってるんですね。なので国産のカブトムシを甘じてるとかそんなこと一切ないんですよ。一切ないんですけど、まあ、その彼らハイマットとかでも大きくなるっていうところ、国産のカブトムシってめっちゃ強いので、はい、っていうところと、僕国産のカブトムシのなんかサイズを求めてないからってことを含めてその対応を取らせてもらってる感っていうのがちょっとあるかなってところです、うん、なので国産のカブトムシでもサイズを求めたいとかしっかりしたいっていうことであればそんなことしてもいいのかもしれないです、まあ、いいマットをね食べさせたいとか、ね、そうそうそうってことは一つなんですし、まあ、そのこれ E マットの概念が結構難しいんですけど、ヘラクレスとかにあげるマットって僕ら本当 E マットをあげてる方だって自分の中で思ってるんですけど、でそっちって普通の国産カブとかすると極上なんだと思うんですよ、うん、なんでそれがちょっとハイマットになったとしても栄養分としてはいいものになってるのかなっていうのがあるので、私も過去ほんま昔っすよ、桑木と一緒に住んでた小学校とかの時におじいちゃんがカブトムシを飼育してて家で育てて羽化してきたけど、なんかめっちゃちっちゃいカブトムシだったって覚えてます？あ、なんかあったような気もせんでもないですね覚えてないですっていうところがちょっとあったりもする時に、栄養分ってその時って今みたいにマット売ってたりとかないですよ。なんかおじいちゃんが山でなんか取ってきた腐葉土みたいなのもやってた気がするんですよね。まあその頃売ってたんでしょうけどね。そうそうけど、そんなんでやって大きくならないで変わったんで、ただ一昨年か2年前ぐらいに国産のカブトムシを飼育してる時に関してはそれでも全然出たんですよ、大きいサイズハイマットでも。からちゃんと大きくなるっていうのは自分の中で見えてるから、それをやろうかなと思ってるっていうところはございますね。じゃあ喋りながらやっていきます。パラパラパラ、自分の幼虫は幼虫ですね。そう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 、ただこの線虫は湧いちゃってるってことがあるのでって感じですね。なんでよいしょ、でかいな、でかいっすよこいつも。はい、108といったところなので、で線虫が湧いた時に関しては僕はケース全部変えます。であとバクテリアの金があるんで本当はしたくないんですけど、うん、マットも変えます。だからこれね、もう一節僕の中であるなと思っているのが、このヘラクレスの幼虫たちの体に、なんていうんですか、線虫とか、コバエの幼虫がついちゃってる時があるんかなって思うんですよ。うん、だから、変えるけど、結果的に体についちゃってるってことになるのかなっていうところはありますね。そこ潜ってます。そこ潜ってます。結構暴れてましたからね。まだ白いんでいけると思うし、食べると思うし、こんな風に掘っていくって形なんで、このケース自体がそもそもオスの飼育用に作られてるケースなんで幅狭いんですよ。そうですね、まあ、動きは制限されますよね、多少。そうそうそう、で 4.2 リッターぐらい入るんで、土自体は普通のパン屋って僕らが前呼んでた、うん、そのケースとかとほぼ一緒なんですよ、うん、ってことにはなってるんで、ただそう考えると2ヶ月に1品ぐらいまでには変えてあげないと多分マット少ないんですよ、オスに関してはね、食べる子に関しては。なんでこんな感じで入れるんですけど、まあ食べるのに動き回る範囲は少なくなるんですもんね、パン屋とかに比べたらね。そうそうそう、だから広い方が
なんか大きくなりやすいんかなっていうところをなんか自分の中でも思うんですけど、ただこれね、なんか桑吉も昨日若干言っててあれだったんですけど、ラクボックスでも大きくはなります。そこ、うん、そうそう、大きくは。微増はして普通には、まあ、ある程度のサイズ感になったら、そうそうそう、基本的にそんなデカならないですからね。うん、ってとこがあって、で、このケースのいいところは、その大きくもできて、プラスあの自然溶質を作るところまでやってくれるんですよ。そうですね、で、これを人工溶質に移していかなあかん都度ってなると、それはそれ結構大変なんですよ。うん、あれ、溶質作ったって言っても移さんで済むっていうのが利点ですよね。そうそうそう、っていうのが結構お仕事とか忙しい方とかもいると思うんですけど、お仕事忙しい人とかに関してもそこのところは飼育しやすいケースにはなってるってことがトータル私は思ったりするんで、風邪やってる人もそうですしね、うん、なんか毎日ずっと見れないって人もいると思うんですよ、僕は。そうですね、うん、で、人には僕ラクボックスってめちゃくちゃ有能なケースなんじゃないかなっていうふうに僕自身は思ってるってことなん で、これで体重が常に減り続けるとかってことであればそんなことはないんですけど、ただ他の幼虫とか含めてもさっき言っためっちゃ大きくなるのかって言われたらちょっと疑問は残りますけど、ただ大きく自体はなる、うん、大きくはなります。全容とかになったら減りますからね。そうそう、全容になるときって体力使ってやるんでそこは減っちゃうんで、溶質とか作るときにねやっぱり体重は落ちるんで、そうそうそう、っていうのはね出てくるってことなんで、まあだから大体写してる子ってそのまあ全容になるかなぐらいのちょっと前後ぐらいの子とかを結構写しがちですね。そうそう、だからほんまに全容を作っていく前ぐらいまでをいきそうなぐらいの年月経ってるものっていうのを僕は結構ラクボックスに写します。なんで年月が浅くて100超えてる子とかまあいたじゃないですか、はい、あの子たちに関してはまだかなと思ってます、うん、僕自身は。まだね、半年とかで100乗っててもねまだラクボックスに進むのはちょっとまだ食べるから早いかなって。そう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 、はい、といったところで、これ前回が7月4日なんですよ。で、動画でやってる時のタイミングで変えてる子なんですよ、はい、が 102g で、今回が1ヶ月経ってないんですけど線虫とかが気になったんで変えた子っていうのが 108g なんですよ、うん、だから増えてはいる。そうですね、増えるってことは増えるんで、で、管理も楽ってところもあるので、さっき言ったちょっとした隙間から小林が出ちゃうかもしれない、こんなところとか含めてで、これ見てもらったらちょっと浮いてくるんですよ。それは怪しいですね。そうそう、っていうことがあるから、こことかをなんかテープとかで止めてあげるってことをしてっていうのはやっていく方がいいかなって感じですね。なんでこんな隙間から入るってところから小林って入るもんなんだってニュアンスなんか持ってもらう方がいいのかなっていうふうに思ってるって感じですね。人によっていろいろ、まあほんとグルーってめっちゃ巻いてる人もいますしね。そうそうそう、巻いててもでも中で生まれてるってこととかあの、ね、なんかマットで生まれちゃう説もあるんで、うん、だそのせいじゃないっていうのはあるんですよ。あるけどでも考えられることは全部削るってことはやるっていうのは大事ですよね。なんであの前の7月の4日時くらいに変えてる以降に関してはだいぶ減ったんですよ数は。そうですね、小林は減っててうまいのでもあるし、ただあの時のタイミングでうまいちゃってる子もいるし、さあまちまちなんですよね。わかんないですよね。そうそう、ってとこがあるんで、まだこいつも黄色くなってない中で108なんで、まだポテンシャルはあるかなって形なんで、これをね変えていくってことをしてあげたいというところです。と言いますのも、これ見てください、これね全容になってるんですよ作っててね、はい、こうなっちゃうと潰せないんですよ。そうですね、溶質潰してもうあとはもう人工溶質に移動しかないですもんね。そうそう、でこれはしたくなくて、でそれであればこれでやっていいも自分の中であんまないからってことになるんですけど、プラスここに線虫めっちゃ湧いてるんですよ、うん、だからこうなる前に本来であれば変えてあげるべきなんだと私は思ってるんですけど、まあ手遅れになっちゃう場合があるんですよ。もともと入れてる時期的にもう全容になる前だから入れてる感じがあるからですね、ってこともあるので、そういう意味では気づいた時にちょっと早めにいけるんであれば、まあ、交換してあげる方がいいのかなっていうのはちょっと自分の中で思ってたところになってきてます、まあ、そんなね風なところとかを今回お届けしたかったってこともあったんで、ちょっと動画回させていただいてるってことはあるんですけど、今回やらせていただいてるのが小林の幼虫のマット交換ってところですね。外と中でちょっと行き来しながらやってるってとこあるんですけど、中の方でやる限界があるのでちょっと外でやってるっていうのがあるんですね。なので真夏にしたくないっていうのがまさにその辺になってくるんですけど、まあ、涼しくなってきたらいいとかね、蚊がいないとかいうのが一番いいんですけどっていうところと、あと線虫とかやったら中でも交換できるんですよ。今うち中でやってるんですけど、ただそれも
幼虫の落ちるリスクとかも出ちゃうんで、いけるんであれば早く交換してあげる方がいいってところと、このね2種類のヘラクレスオオカブトの関わっている害虫ってところについて今回お伝えさせていただきました。そういったねヘラクレスオオカブトに関する飼育ですね、まあ、ためになるというか必要であることをね私なりの見解でちょっとお伝えしていけばと今回思ってますので、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ほどよろしくお願いいたします。またですねいいねってコメントもいただければ私は制作要求になりまして励みになるとっても嬉しいです。さて引き続き動画の方ご視聴よろしくお願いいたします。それでは。